暗号の光うっ <laughs> 面相も明智に負けないで笑い出しましたこういう悪人になるとそのくらいのことではなかなかへこたれないのですはっはっはっははっはは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  さすがは名探偵だね。うまくやられたよ。だがレンブラントの絵がいつの間にこんなつまらない風景画に変わったのか俺は少しも気がつかなかった。枠から剥がした時には確かにあの名画だったんだがな。明智君一つこの手品の種明かしをしてくれないかね それを聞くと明智も笑い出して君は魔法使いのくせにあれがわからなかったのかい君の背中にピストルを当てているのは大人のオーバーを着ているけれども実は僕の少年助手の小林なんだよ。その小林がその風景画のカンバスの丸めたのを持って神山さんの美術室に隠れていたのさ。 本棚の後ろにね。そして君が石膏像を破って現れ、レンブラントの絵を枠から剥がして、棒のように丸めてちょっと床に置いたときに、本棚の影から手を伸ばして、すり替えてしまったのだよ。小林くんも、なかなか手品はうまいからね。<laughs> うーん、そうだったのか。 これれは一番やられたね。君のチンピラ助手も隅に置けないよところで君はこれから俺をどうしようというのだね分かっているじゃないかさっき警視庁と無殿で話した通りだよ日比谷公園の広っぱに大勢の警官が待ち構えているその中へこのヘリコプターを着陸させて 君を引き渡すのさ。そんな話をしている時四十面相は左の手で妙なことをやっていましたそっとポケットから小型の懐中電灯を取り出しそれをプラスチックの操縦席の横に向けて明智探偵たちに気づかれないようにピカッピカッピカッとつけたり消したりしていたのです。 その向こうには四十面相の部下のヘリコプターがこちらのヘリコプターと並んで飛んでいますもしかしたら四十面相はそうして味方のヘリコプターへ懐中電灯の暗号通信をしていたのではないでしょうかあはははははははこうなると四十面相も哀れなもんだねまた刑務所へ食らい込むのか だが明智くん俺はやっぱり魔法使いなんだぜ君の方が手品を使えば俺の方は魔術を使うのさこうして捕まったように見えていても本当は捕まってやしないんだぜん <laughs> まあにわかるよ。 四十面層は負け惜しみのようなことをくどくどと喋っています懐中電灯の通信をごまかすためかもしれませんまもなく今まで並んで飛んでいた向こうのヘリコプターがだんだん遠ざかっていきやがて後ろの方へ飛び去ってしまいましたそれからしばらくすると こちらのヘリコプターは日比谷公園の上に近づいていました広場には高い柱の上に照明灯がつけられその光の中に十数名の制服のお巡りさんが大きな円を描いて立ち並んでいましたその後ろに群がっている背広服の人たちはきっと新聞記者なのでしょう写真機を下げている人も混じっています 警視庁詰めの記者たちが四十面相が捕まったと聞いてお巡りさんの後から駆けつけてきたのでしょう明智の操縦するヘリコプターはその広っぱの真上まで来ると静かに下へ降り始めました地面に近づくに従って広っぱの様子がはっきり見えてきました群がっているのは新聞記者ばかりではないようです もう12時を過ぎた夜更けですがどこからともなく野獣馬が集まってきてその数がだんだん増えてくるのでしたおまわりさんはヘリコプター着陸のための広い場所を空けておかなければなりませんので真ん中へ出てこようとする人たちを止めるのにや起きとなっているようですなかなかヘリコプターを着陸させることができませんひろっぱの上空で5分ほども手間取ってしまいました やがて明智探偵はヘリコプターをゆっくりと下降させました地面に近づくと嵐のようなプロペラの風が吹きまくり恐ろしい砂ぼこりが立ちます群がっている人々は目を押さえて広っパの隅の方へ逃げ出しましたそれでやっと地面が広くなったので明智はヘリコプターを着陸させることができましたがすると 逃げ出していたやじ馬が新聞記者たちと一緒にどっと押し寄せてきてたちまち操縦席の周りは黒山の人だかりになってしまいましたスリの原稿ヘリコプターの操縦席のドアが開かれ待ち構えていたおわりさんがそこへ近づくと。 いきなり四重面相の手を取って外へ引きずり下ろしましたそして手錠をはめようとした時ですその時までおとなしくしていた四重面相が恐ろしい勢いでおまわりさんの手を振り切っていきなりパッと後ろの群衆の中へ踊り込んだではありませんかああっと驚いた警官たちがその方へ飛びかかっていきました 幸い四十面相が飛び込んだのは新聞記者たちの中でした。畜生逃がすものか警官ここにいますよ。早く捕まえてください。記者たちが口々にわめきながら、黒シャツ姿の四十面相を前の方へ押し出してくれました。手錠を持った警官がそれに飛びついていって、カチンと両手にはめてしまいました。 もう今度は逃げられません十数名の警官に取り巻かれて四十面相はおとなしくすぐ向こうの警視庁の方へ引っ立てられていくのでした間もなく四十面相は警視庁の地下の調べ室へ連れ込まれていました正面には捜査一課の課長の一人である中村警部が。 厳然と椅子にかけています。中村警部は四十面相のためにたびたび出し抜かれているので、恨み重なる相手です。今度こそはもう逃がさないぞと恐ろしい目で睨みつけていました。その横に明智探偵と小林少年が控えていました。四十面相は2人の警官に守られて、その前にしょんぼりと立っているのです。 おい、四十面相本名は遠藤平吉だな君はせっかく脱獄したかと思ったらもう捕まってしまったじゃないか少し追いぼれたようだな中村警部が気味よさそうに言いましたえ四十面相遠藤平吉 黒シャツの怪人はぼんやりした顔で不思議そうにつぶやきました。なんだか変です。小林少年は早くもそれに気づいて明智探偵の膝をつっつきました。そして、あいつ、どっか顔が違いますよ。ヘリコプターに乗っていたやつと顔が違ってますよ。とささやくのでした。 中村警部は今初めて近くで顔を見るのですからそこまでは気が付きませんおい遠藤はっきり返事をしないか君は四十面相と名乗る男だね激しく怒鳴りつけますと男はきょとんとしてへえとんでもないあっしゃそんなもんじゃありませんよひどい目に遭ったんです 日比谷の林の中で3人の男に捕まってこんなものを着せられちまったんですそして無理やりヒロッパの人混みの中へ連れ込まれお巡りさんの前へ突き出されたんです何が何だかさっぱりわけが分かりませんや黒シャツの男は不平らしくつぶやくのでしたなんだか様子がおかしいのです 口の聞き方も四十面相とはまるで違っていますそんなことを言ってごまかそうとしたってその手には乗らないぞ貴様が四十面相じゃないとでも言うのかああそうだこれを見ておくんなさいその三人のやつが調べ室へ行ったらこれを見せるがいいと言ってこんなもの男はそう言って。 黒シャツのポケットから一枚の紙切れを取り出して中村警部の前に差し出します。受け取ってみますと、その紙切れには鉛筆でこんなことが書いてありました。こいつはスリの原稿です。四十面相の身代わりには少し安っぽいけれども、ともかくスリを一人捕まえてあげたんだから、まあ我慢してください。 それじゃ、あばよ。四十面相より、警視庁殿。中村警部はそれを読むと恐ろしい顔になって黒シャツの男を睨みつけました。お前、原稿っていうのかええ、あっし原稿ですよ。男は平気な顔で済ましています。 中村警部はそばにいた警官に何か耳打ちしましたすると警官はすぐに部屋の外へ出て行きましたが間もなく一人の背広の人を連れて帰ってきましたそれはすりがかりの刑事だったのです刑事は部屋に入って黒シャツの男を一目見ると「おお前原稿だなまたやったのか一体何度食らい込めばいいのだ?」 と叱るように言いました。そして中村警部の方に向き直り、係長、こいつは前科七班の有名なやつです。現行に違いありません。と、きっぱり言い切るのでした。ああ、四重面相はやっぱり魔法使いでした。ヘリコプターの中にいたのは間違いのない四重面相でしたが、 それがいつの間にこんなスリに入れ替わってしまったのでしょう。明智探偵はちょっと首をかしげて考えていましたが、すぐに魔法の種に気づきました。中村君、分わかったよあ。さっき四重面相がヘリコプターから引きずり下ろされたとき、警官の手を振り切って、新聞記者の固まっている中へ逃げ込んだ。あすると、 記者の人たちがこいつを捕らえて突き出してくれたんだがその瞬間に人間の入れ替えが行われたんだつまりあの新聞記者たちは偽物で四十面相の部下が化けていたんだそして前もってこの原稿というすりを捕まえておいて四十面相の身代わりに立てたのだあ,あ顔もどこか似ているし あの騒ぎの中だから、警官たちも気づかなかったのだよ。あ、何しろ、四重面相と同じ黒シャツ姿だからね。この原稿に黒シャツを着せておいて、とっさに人間のすり替えをやったのだよ。それにしても、四重面相の部下はヘリコプターが日比谷公園に着くことをどうして知っていたのでしょう。 明智探偵はそこまでは気づきませんでしたが読者諸君はご存知ですそれは空を飛んでいる時四十面相の部下のヘリコプターがこちらと並んで飛んでいましたそれに向かって四十面相は懐中電灯の信号を送ったのです多分モールス信号だったのでしょう四十面相の部下のヘリコプターはその通信を受けると すぐにどこかへ着陸して電話で仲間にこのことを知らせ日比谷へ先回りしているように計らったのに違いありません明智はさらに説明を付け加えましたあの黒山の人だかりから本物の四十面相はどこかへ身を隠してしまったんだ記者に化けた部下たちがオーバーかマントを用意していて。 地獣面相の黒シャツの上から着せてしまえば夜のことだからもう分かりっこないのだからねあそうかおい新聞記者を呼んできた前みんな呼んでくるんだ中村警部が怒鳴りました一人の警官が飛び出していったかと思うとぞろぞろと大勢の新聞記者が調べ室へ入ってきました 公園のののヘリコプターのそばで、この男を突き出ししてて警官に渡してくれた人はいませんか。警部が訪ねますと記者たちは互いに顔を見合わせていましたがその中の一人が答えましたいやあれは新聞社のものじゃありませんよ誰だかわからないが僕たちの間に67人変なやつが混じっていたのですその連中がこいつを突き出したのです うん、ちゃんと用意をしていたんだなそれで本物の四十面相がどこへ逃げたか君たたち気づきませんでしたか警部が聞きますと記者たちはびっくりしてえじゃあこいつは四十面相じゃないのですかうんすっかり黒星で申し訳ないがやられたんだ。 あいつらはこの原稿というすりに黒シャツを着せて上からオーバーか何か羽織らせてあそこへ連れてきていたんだねそしてとっさに人間のすり替えをやったんだ中村警部は少し面目ないような顔で説明しましたなるほど警視庁としては大失策に違いありませんしかし 明智探偵と小林少年はそれほど失望しているようにも見えないのはなぜでしょう二人はまだ諦めていなかったからです四十面相の方に奥の手があればこちらにもちゃんともう一つ奥の手が用意してあったからですポケット小僧 お話は少し前に戻って、ヘリコプターが日比谷公園の広っぱに着陸したところから始まりまりす。ヘリコプターの周りに集まっている新聞記者や野獣馬の中に3人の小さな子どもが混じっていました3人とも不老少年のような汚いなりをしていましたがその中にまるで幼稚園の生徒のような小さい少年がいました この3人は、小林少年の命令でここへやってきたチンピラ隊の少年たちでした。一番小さい少年はポケット小僧と呼ばれているチンピラ隊員です。この3少年はバラバラに離れて、大勢の大人の間をリスのようにくぐり抜けて、抜け目なく見張りをしていました。小林団長から四終面相を見張っていて、 何か怪しいことがあったら知らせるようにと言いつけられていたのです。四重面相を捕らえたら日比谷公園の広っ端まで連れてくることは、ヘリコプターに乗る前から決まっていたので、小林君はあらかじめチンピラ隊に連絡して、早くから公園へ来ているように指図しておきました。チンピラたちは暇な体ですから、いくら長く待っていても平気なのです。 3人のチンピラの中でも一番すばしっこくて頭の働くのはポケット小僧です彼は体が小さいので大人の股の間をくぐって歩くことができますおや誰だ僕の股の股間をくぐってびっくりして見回してもポケット小僧はもうとっくに人混みの中へ姿を隠しているのです。 そうしてあちこちとくぐり歩いているうちにポケット小僧は変な男を見つけましたその男は鳥打ち棒を目深にかぶり大きなオーバーを着て45人の新聞記者のような人たちに取り囲まれていましたがポケット小僧はその人の股の間をくぐった時に変なことを見てしまったのですその男はズボンを履かないで たり足にくっついた真っ黒なズボン下のようなものを履いていましたまるでサーカスの曲芸師のようです変な奴がいるなと思ったのでポケット小僧はその男のそばを離れないようにして気をつけていましたがするとヘリコプターから始終面相が引き下ろされあの騒ぎが始まったのです黒シャツの始終面相は警官の手を振り切っ こちらの人混みの中へ飛び込んできました。それから、実に不思議なことが始まったのです。新聞記者らしい四五人の男が駆け込んでくる四重面相の手を取って、あの怪しいオーバーの男のそばへ引き寄せました。そして手早く男のオーバーを脱がせると、それを四重面相に着せてしまいました。 鳥内棒も取って四十面相にかぶせたのです。オーバーと鳥内棒を取られた男は四十面相とそっくりの姿をしていました。黒シャツに黒のズボン下で顔もどこか似ているのです。新聞記者のような人たちは、その変な男を人混みの前の方へ突き出しながら口々に叫ぶのでした。こいつでこいつだ。 こいつが今人混みの中へ隠れようとしたんだそしてその男を警官たちに引き渡したのです顔も似ているし服装が全く同じなので警官たちは替え玉とは気づかずその男に手錠をはめて向こうへ連れていってしまいました四十面僧が連れていかれたので新聞記者や物好きな野じ馬は後からぞろぞろついて行きましたが 大部分はそのまま公園の外へ引き上げていき、あたりはすっかり寂しくなってきました。オーバーに鳥打ち棒の四十面相は、素早く公園の隅の方へ走って行って、こんもりと茂った林の中へ姿を隠しました。ポケット小僧は見失っては大変だと、こっそりその後をつけました。小さな子供ですから別に怪しまれることもありません。 その上小僧は美孝の名人ですからまだその辺にいた大人たちに悟られるようなヘマはやりませんこのことを明智先生や小林少年に知らせたいのですがその暇はなかったのです四十面相はヘリコプターの反対の方へ逃げたので後に戻って知らせていたら見失ってしまうかもしれないのです 仲間のチンピラがそばにいたら知らせてくれるように頼むこともできたでしょうが二人のチンピラはどこへ行ったのか姿が見えません不思議な変装四十面相が隠れた茂みの中には大きな四角なカバンが隠してありました。 部下に命じてそこへ持ってこさせておいた変装用のカバンなのです。手銃面装は懐中電灯をつけてそのカバンを開きました。洋服やシャツなどがいっぱい詰まっています。彼はカバンの蓋の裏についているポケットに手を入れて、小さな鏡と箱を取り出しました。その箱の中には顔を変える絵の具やつけひげや、 いろいろなものが入っているのです彼はカバンの蓋を閉めその上に鏡を立てて懐中電灯で自分の顔を照らしながら変装のお化粧を始めましたそこは深い木の茂みに囲まれていて懐中電灯の光が外へ漏れる心配はありませんもう夜の十二時を過ぎています さっきまで広っぱに集まっていた野獣馬たちも帰ってしまって公園の中には一っ子一人いなくなってしまいました新聞記者に化けていた四十面相の部下たちもどこへ行ったのか姿が見えません四十面相は悠々として変装をやっています実に落ち着き払ったものですそれにしても 彼はなぜこんな公園の中などで変装を始めたのでしょうか。オーバーの下から黒いズボン下の現れているこのままの姿で街に出ればいくら夜中でも人に怪しまれますがそれなら部下に自動車を用意させてそれに乗って逃げてしまえばいいのです。そうしないでこんな不自由な場所で変装を始めたのには何か訳があるのかもしれません。 面相は誰も見ていないと安心していましたが実は一人の小さな少年が茂みの向こう側に入って木の葉の隙間からじっと中を覗いていましたこの少年は少年探偵団の仲間のチンピラ隊に属するポケット小僧なのです体がひどく小さくてポケットにでも入るくらいだというのでそんなあだ名がついていましたが すばしっこくて大変利口な少年でした。前に書いた通り、このポケット小僧は四重面相が偽物と入れ替わったのを気づいて、本物の方の跡をつけてこの茂みへやってきたのです。ポケット小僧は茂みの外に寝そべって、相手に気づかれぬようにじっと中の様子を伺っていました。 幾重にも重なり合った木の葉の隙間から覗いているのですからよくは見えません。それでも四重面相が懐中電灯の光で顔に絵の具を塗っていることはわかりました。何しろ四重の顔を持つと言われる変装の大名人です。その手早いこと。たちまち顔を仕上げて、今度はカバンの中から黒い服を取り出すと、それを黒シャツの上から着こみ。 バンドを締め、肩から何か下げて帽子をかぶり、靴を履きました。変装が終わると、今まで着ていたオーバーをカバンに入れ、蓋を閉めてそのカバンを手に下げ、木の茂みから出てきました。ポケット小僧は相手に見つからないよう、素早く茂みの反対側に隠れましたが、見ると、 そこに現れたのは一人の警官でした。手十面相は警官に化けたのです。ああ、なんといううまい変装でしょう。警官の制服に聖母肩から革紐でピストルのサックを下げている様子は、誰が見ても本物のお巡りさんです。ポケット小僧はその顔を見てびっくりしてしまいました。 さっきまでの四十面相とまるで違っていたからです四十面相が変装したのではなくて本当のおまわりさんがどこからかやってきたとしか思われません四十面相が四十の顔を持つと言われるほどの変装の名人だということは聞いていましたがこれほどの名人とは知りませんでした本当に魔法使いです 鞄を下げた四重面相のおまわりさんは、シャンと胸を張って大股に歩いて行きました。ポケット小僧は悟られないように気をつけながら、ちょこちょことその後をつけていきます。おまわりさんは公園を出ると、すぐそばにある警視庁の方へ進んで行きました。警視庁といえば、四重面相にとっては一番恐ろしいところです。 その恐ろしいところへ平気で近づいていくのですやがて警視庁の入り口のところまで来ました入り口の広い石段に警官が立っていますその前には警察用の自動車がたくさん並んでいて夜中でも警官たちが行ったり来たりしています手銃面相の偽警官はその石段の前まで行くと 何を思ったのか石段を登り始めましたああ、四十面相は一体何を考えているのでしょうかさあ捕まえてくださいと言わぬばかりに警視庁の中へ入っていこうとしているのですポケット小僧は呆れ返ってその後ろ姿を眺めていました泥棒が警官に化けて警視庁へ入っていくのです ここんなバカなことがあるものでしょうか偽警官は石段に立っている警官に片手を挙げて挨拶するとそのまま玄関の中へ入っていきます本物の警官は少しも怪しまず同じように手を挙げて挨拶を返しました警視庁へは一日に何千という警官が出入りするのですからみんながおなじみというわけではありません 制服さえ着ていれば自分たちの仲間だと思うのも無理はないのです偽警官は大カバンを下げていましたが犯罪事件の証拠品としてそういうものを持ってくる警官はよくあるのですからこれも疑われる心配はありません偽警官の姿が玄関の中へ見えなくなってしまった時ポケット小僧は大急ぎで石段を駆け上がりそこに立っている警官に呼びかけました おまわりさん、今のやつを捕まえて。大きなカバンを下げていたやつだよ。あれは四重面相だよ。俺、あいつが変装するところを見ちゃったんだ。早くあいつを捕まえなけりゃ。警官はびっくりしてこちらを見ましたが、汚い風をした不呂地のような子供なので、手を振りながらあっちへ行けという合図をするばかりで一向取り合ってくれません。おまわりさん。 本当だよ早くしないとあいつ逃げちゃうじゃないかおじさんは四十面相を知らないのかい恐ろしい大泥棒だぜポケット小僧は警官の手にすがりついて一生懸命に叫びましたほらあっちへ行くんだここはお前たちの来るところじゃないチンピラのくせに警官をからかうなんてけしからんやつだ 警官がつかまれている手を勢いよく振り切ったものですからポケット小僧は石段の上に転がってしまいましたあっいったいおじさん何をするんだいやっと起き上がってお尻をさすりながら子供だと思ってバカにしてるんだなそうじゃないよからかってるんじゃないよ本当 あいつは始終走だよ早く早くしないと逃げちゃうよくどいやつだなあっちへ行けというのに警官は横を向いて知らぬふりをしようとしましたあそうだここに明智先生が来ているだろう名探偵の明智小五郎先生だよ俺あの先生の弟子なんだよ チンピラ隊っていう子供の探偵団だ。明智先生にそう言ってくれよ。そうすれば俺が嘘を言ってないことがわかるんだから。そこへ、玄関の方から警部補の制服を着た警官が降りてきましたが、ポケット小僧のわめき声を聞くと、そばに寄ってきてどうしたんだと尋ねました。ポケット小僧はこの人なら話がわかるかもしれないと思ったので、 さっきから言っていることをもう一度繰り返しました明智さんなら調べ室におられるはずだ知らせてあげる方がいいねこの子供の言うことがもし本当だったら大変だからね君、調べ室を探してみたまえ捜査一課の中村係長さんと一緒のはずだよ上役に命令されたので警官は仕方なく石段を駆け上がって 玄関へ入っていきましたしばらくすると警官は小林少年を連れて戻ってきました小林くんは明智探偵と一緒に調べ室にいたのですあ小林さんあポケット小僧顔を見合わせると2人が一緒に叫びましたこれは探偵の仕事を手伝ってくれるチンピラ隊の子供です。 利口な子ですからこの子の言うことは間違いありません小林少年は明智探偵の助手として警視庁でもよく知られていましたその小林君がそう言うのですからもう捨ててはおけません。そこへ明智探偵や中村警部も駆けつけてきてポケット小僧から事の次第を聞き取るとにわかに警視庁内の大捜索が始まりました 警視庁には何百という部屋があるのですが、夜中に詰めている警官の数も多いので大変です。まもなく、全部の部屋の捜索が終わりました。しかし、怪しい警官はどこにもいないのです。とっくに裏口から逃げ去ったのかもしれません。それなら初めから警視庁へ入らないで、 逃げてしまえば良さそうなものではありませんか一体四重面相の偽警官は何のために警視庁へ入ったのでしょういよいよ訳が分からなくなってきました